さあ小説家 Z です、えー、この企画はですね、えー、小説家作家の皆さんに、えー、お越しいただいてどのように物語を作られているのかなぜ書いているのかあそういったことをですざっくばらに聞いていこうという、えー、企画でございまして今日はですね、えー、作家の 玉川小さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっとお会いできました。初め, <laughs> めまして。はめまして。さあなぜまああの水野と玉川さんがあつながっているかと言いますと、お玉川小さんが初めて出された小説「レモン先生」という作品、えー、今もう七冊目ですか。あ、はいやりがたくすごいですよね。あのもうたくさんの方に、えー、読まれている作品ですがあ、このレモン先生が出版されるときに光栄なことにですね。 帯コメントを書かせていただきまして、はいはい、当時あの出版された時は18歳、あそうですね。もうびっくりしましたね。<laughs> 18歳の人がこんなことを書くまあその年齢は関係ないのかもしれないけど、あのすごく驚きを持って。 ゲラ原稿を読ませていただいておび、えー、コメントを書かせていただいてそこからのつながりいつかお会いできたらいいなというふうに思っているところで今回、えー、7月27日にですね、えー、新作「マーブルが」が発売予定ということでマ、えー、ーブルのお話もしながらちょっとこの機会にお呼びできたらなと思いまして。 来ていただきました。いやお呼びいただき本当に光栄です。こちらこそです。お、えー、<laughs> びこめと大丈夫でした。<laughs> いやもう本当嬉しかったです。本当<あ>ですか。素敵なコメントいただいて<ー>本当ありがたかったです。あの本当にたくさんの方にこのレモン先生読まれていると思うんですけど、はい、こう実際その自分の作品が多くの方に読まれてかなりいろんな声も返ってきてると思うんですけど、はい、こう感想をもらってみて改めてどうでしょうか。あのどのような感覚を持ちますか。 なんか不思議な感じですね、はい、なんか自分が本を出すっていうのがあんまり想像できてない中で出て、うん、なんかこういろんな方が読んでくださって嬉しいんですけどなんかだんだん恥ずかしくなってくるというか何か意外だなみたいな反応もありましたまあでもなんかどうその作品をその読んだ人がどう捉えていくかっていうのがなんかその人によって全然違うのが本当に驚きで面白いなって思います、うん なんかまさにねこの「レモン先生も」も、あのー、主人公たちが、まあ、共感覚っていうものを一つのテーマにした作品だったと思うんですけど、はいまあ、共感覚と言いながらあーそれぞれやっぱあの見ている世界が違ったりちょっと微妙にこの一人一人が感じているものが違うっていうことがすごく描かれたと思うんですが、はい、この作品を読まれること自体もやっぱりこういろんな解釈があったり、はい、いろんな言葉が飛んできたと思うんですけど。 なんかそこでまたあの自分の作品が変わっていくみたいな感覚はありますかそうですねなんかこうまあなんかありがたいことになんかたくさんの方にインタビューとかもしていただいた時に、はい、そのなんかインタビュアーの方もなんか結構その方によってなんか注目する場所が違ったりしてうしう、ね、なんかその方がこうこうこういう話でこういうことだと思ったんですけどこれはどういうことなんですかみたいなことを。はい なんか自分の解釈を語ってくださったりするとなんか確かにそうだったのかもしれないとか思ったりして <laughs> ななんかこう自分がなんか書いた時の考えとなんかちょっと時間を置いて読み直したり、うん、なんか他かの方から直接コメントをいただいたりして考え直してなんかまたそっかそういうことだったのかもしれないっていう風になんか気持ちが変わったりとかそういう考え方もあったなって思ったり。 面白いですねなんか自分の考えが変わっていくのがなんかプレッシャーに感じたりしますまあでもなんか編集者さんがすごいなんかいろいろ助けてくださって、はい、なんかこんな切削をすごいいろんなプロモーションしてくださってなんかそんなにしちゃって大丈夫なのかなってっめっちゃ謙虚じゃないですか <laughs> <laughs> なんかふと自信が湧いてくる時となんかめちゃめちゃ自信がなくなっちゃう時となんかこう上がり下がりがすごいので <laughs>、うん もともとねその小学校2年生の時ぐらいから、はい、まあこういうふうにこう作品を小説を書いてみたりご自身でさえてたっていうふうに伺ったんですけど、はい、その時って例えば編集者の方とかいないじゃないですか、はい、それこそ作品にこう関わってくる人が、はい あの今と比べたらすごく少なかったと思うんですけど、今まさにこうじゃあ例えば原稿を渡したら編集者の方から感想だったりなんならちょっとしたダメ出しだったりいろいろこう言葉が返ってくると思うんですけど、そういうことに対してはどういうふうに向き合ってらっしゃいますか。そうですね。なんかでも結構書いてる時ってなんか自分が思ったことが一番正しいって思っちゃいがちなので、なんかそういうふうに第三者の視点から指摘いただくのは本当になんか。 作品がより良くなっていくし、はい、自分が持ってなかった新たな視点とかも得られるので、うん、すごいありがたいですよね。何、はあ、か, <laughs> かこうイメージを保ちたいんですよ。はい、なな,謙虚な人になりたいんですよ <laughs> それ言っちゃだめゃん <laughs> <laughs> それはな,なんでそなんか自己像みたいのを作りたいんですか <laughs> うーんなんかこんな人になりたいっていう憧れですよね。 いや実際にはや実際にはって言っちゃだめだ自己像を作ろうとしてるのにそれを崩そうとしてあれなんだろうけど実際には何だろうやっぱりこう作品を描かれる時に明確に見えてるんですか、はい、その何て言うんでしょう風景であるとか描写であるとかがまず何から見えるんでしょう <laughs> なんかその場面にももよるかかしれなないですけど、はい、なんかこう 明確には決まってない状態で結構始めるんですけど、うんはい、なんかこう打ってる時はなんか映像が流れてるんですね映像をそのまま書き起こすこともあればなんか自分でこういうことだろうっていう解釈を加えて書いたりとかでも基本的には映像が先行してるのかなと思います、えー、いやあのこの「レモン先生」からこう新作の「マーブル」でテーマは全然違うんですけど。はい ただこう一読してすごく思うのはやっぱりまあレモン先生とすごく特徴的に色がたくさん出てくるけどマーブルでもやっぱり色であったり視覚であったり聴覚であったりあとなんかこの触れる温度みたいなものがすごく表現の中にたくさん出てくるイメージがあってなんかこの常に文章を書かれる時にに ずっと五感が使われてるような <laughs> 感覚がすごく読んでてあって、はい、まあそれが読む方からするとまあ生々しく感じたり理屈で責められてない感じがすごく心地よかったりするんですけどご本人はその文章を書かれてる時にどういったなんつうんでしょうね身体性というか何をイメージして書かれてるんだろうってまあすごくシンプルな質問になっちゃうんですけど、うん。 1一つ言うと、はい、字の文を書くのがすごく苦手だからそういうのに寄りかかってしまってるっていうところもあるんですけど<ー>字の文。 とか自偶意も,もどきというか構造のようなものというかを結構気にしたいなと思っててなんかというのもなんか私は実は本はあんまり読まらないできてて小学生の頃なんかは特に児童書ばっかりだったのであの近代現代文学とかに触れる機会っていうのが本格的に始まったのが中学生の時の。 まあ高校受験のために通ってた塾とかでたくさん読むようになってそこであの国語の授業でやるじゃないですか、はい、そうなると、はい、そしたらあの塾の先生が、まあ、小説とかはこういうふうに読むんだっていう構造を教えてくれてな,なので原点が構造なんですねはい、はい、構造から成り立つものっていうのをつい気にしがちっていう感じなんですかね。まああとはなんかあの ま詩とかが好きだったのでなんかそういうきれいな表現がそもそも好きなのでなんか言葉の発音だったりとか言葉の形見た目とかあとはその言葉自体が持つイメージまあそのモチーフが持つイメージとかをなんかこう生かしていきたいなと思ってそういう形になってるのかなと思います。ななんんかかかかその一つのつ単語あのこれ表現が正しいいどどうか分からないんですけど 言葉っって結構こう普通意味があったり、はい、まあ記号としての力があるというか、まあ、何かを指し示してたりっていうものだと思うんですけどただその今玉川さんがおっしゃった通りじゃあ「レモン」っていう言葉が出てた時に果物のレモン以外のイメージであったり意味であったり、はい、匂いであったりその言葉以上のものがふわーって香るような気がしていてそれは僕歌を書く時にすごくイメージするんですけど、うんはい、なんかそれが玉川さんの作品って常に 言葉以上のものが結構立ち上がってる気がしていてそこがなんかすごく魅力的なのかなって思うんですけどご,ご自身はなんかそこら辺をどういうふうに自覚してらっしゃる <laughs> <laughs> なんか自分っていいううのもそかと思いますけど、はい、なんかモチーフそのものが想起するイメージっていうのがやっぱりあるなと思っててこれは多分なんか人によってちょっとずつ思い浮かべるものは違うんだろうなとは思うんですけどす、ね、自分が思ったそのもののイメージを使ったり、うん、あとはなんか美術史とかでなんか出てくる絵画の中のモチーフ、はい とか,なんかアトリビュートとかなんかそういうのを調べて、はい、あこのモチーフにはそういう意味があるのかって思ったりしてそれを使ったりとかもしますんなんかでもななのかな構造って言われるとリズムな感じもするけどもう本当に読み手のファンの感想みたいで反んとに多いんですけど結構いろんなインタビューでその構造のことをおっしゃってて、はい、構造から書くっておっしゃっててだけどやっぱ。 文章で伝わっているっていうか僕らが食べるのはというか <laughs> は <laughs> なんかそこにくっつけた肉みたいなものっていうか、はい、もう少し生々しいものがある気がしていてむしろ構造からスタートするからこそそういうとこがこうより肉厚になっていくのかもしれないなって今なんかお話を伺ってて、はい、あとモチーフに対するイメージが人それぞれ違うっておっしゃったけど、はい、多分じゃあ100人読み手がいたら100人 違うものをイメージしていて、はい、だからこそその百人それぞれの価値観にフィットするっていうか、うん、それでなんか多くの人にすごく楽しまれてるのかななんていうふうにも今なんか聞いてと思いました、ね、何を分かったようなこと <laughs> いえいえ。いやいやいやもなんか本当にその通りだと思います。<laughs> いや,<ー> <laughs> いやー、他社ってどういうふうに捉えてます？ 他者ですか <laughs> なんかずっと共感覚もそうだし、はい、この「マーブル」っていう作品も、まあ、主人公が自分の弟に対しての、はい、なんて言うんでしょう思いが強いというのか、まあ、ちょっと干渉してしまったりとか、はい、まあ弟の幸せについて何かこうすごく手を出してしまう、うん、まあぜひ本編を読んでいただきたいんですけど <laughs> やっぱそこってずっとこう分かり合えない他者というか、はい、そういうものを どちらも結局提示されているような気がしていて、はい、なんか玉川さんにとって自分以外のの人間っっってててどういういうに捉えてらっしゃるのかなってそうですね他者は分かり合えないものだと思ってるんですけど、うん、マーブルに関して言うと特にセクマイのこととかってすごいセンシティブじゃないですかかな、はいはい、なんんそれをなんか。 書,くのはなんか書いていいものなのかとは思いつつ書いてたんですけどちょうど書いてる時期1年前ぐらいに書いてたんですけど書いてる時はなんか多様性は大事なんだから認めろよっていうような感じで結構ガツガツ書いてたんですねなでもなんか本当の多様性って多分そういうことじゃないと思うんですよ。例、うん、例ええばこう好好きき嫌いの話ででると、はい、私はスイカが好きで、はい まあ例えば友人 A さんはスイカが嫌いいだとすするじゃないですか、はい、そしたら私は友人 A さんが「スイカ嫌いなんだよね」って言った時に「えなんで?」って思うんですよ。でもこれは別になんか私は言うなんかスイカを嫌いな人がこの世にいるわけがないと思ってるわけじゃなくてはい、はい、自分は好きで、はい、でも A さんは嫌いそれはわかる、はい、でも A さんが何で嫌いなのかがわからないっていうことで。 でもなんか例えば A さんがなんかこうあのスイカのモシャモシャしてるのがちょっと苦手なんだよねって言ったら、はいはい、次私がスイカを食べる時とかにあ確かにそういうところが苦手な人もいるんだなって思ったりでもこれで A さんがスイカが嫌いっていう部分の私はその A さんの一部分のほんのちょっとを知ることができててでもそのスイカが嫌いっていうのが A さん自身全体を表してるわけではなくて、うん、結局それで。 他者と分かり合えるっていいうでではないんですけど、まあ、結局私はスイカが好きなので <laughs> 本当にスイカが嫌いな人のことは全然分からないんですけどまあなんかでもそこ A さんがスイカが嫌いであるっていうことは認められててで自分はスイカが好きでっていうなんかそういうなんか思想を持つことは別に構わなくてそれをこう他者に押し付けないことっていうのが分かり合えない他者との関係性なのかなって思って。 でもなんかマーブルもまあなんか結局、まあ、マーブル描いてた時はそういうふうには思ってなかったんですけどああまあなんかそういうふうな他者っていう存在が自分と違うっていうことがなんかこう前提としておければまたちょっと他者との関係性も変わってくるのかなっていうイメージですかね。なんかそこで 他者が違ったり例えばじゃあそのスイカの話で言えば、はい、うんとスイカを嫌いな人がいて、はい、自分とスイカが美味しいっていうことを共有できないことって玉川さんにとっては寂しいことですかそれともなんかそういう寂しいって感情は起こらないもんですか, <laughs> なんかでも寂しいという感情になると多分、うん、えー、スイカ美味しいのにもったいないっていう気持ちになっちゃうじゃないですか。でで、はい、でもこれはあくまで私のの価値観なので、うん んとそれをなんか A さんに言ってしまうのはよくないかなと思ってて寂しいと思うこと自体は間違ってないと思うので、うん、なんかそこは折り合いですよね、まあ、それを言ってもいいような相手もいるかもしれないし、うん、な一人一人個人を見つめてそれをおもんぱかるっていう意識でいたいな <laughs> と思ってます、うん、そのなんか気持ちが強くなったのってどういうところがあるんですかなんだろうなんか 結構んかこう自分が思ってることがちょっと当たり前ってつい思っちゃうじゃないですかでもなんかこう他人と喋ってる時とかになんかその人が思ってる前提で話をされてなんかモヤっとしたりっていうのが結構増えてきて、はい。はいはい それでなんか自分もそういうことしてるのかもなって思っちゃってなんかそれで他人をなんか気づかないうちに傷つけてしまってるのかもしれない。 でなんか傷つけるのも嫌だし、傷つけたと思って自分が傷つくのも嫌で、うんうん、人間関係難しいなって思って、なんか最近、うん、なんか週1回に大学生が集まって、はい、現代の思想とか哲学倫理についてなんかこう話し合うみたいな会があって、それに参加したりしてて、はい、まなんかそこでなんかこうテーマを出してみんなでこう例えばジェンダーのことだったり、はい、家族間のことだったりとか話して,て。 すするんですけどそこでいろんな人がいろんな意見を持ってて、はい、それをみんなでこう対話して対話が始まる前と始まって終わった後の自分でこう考え方が変わったり、うん、なんかそういう機会もあってあ<ー>ちょっと落ち着いて一回冷静に考えてみたいなって思って、うん、それで考えが変わったりとかしましたね。それなんか考えが変わってなんか今あの話伺わってると。はい 例えばじゃあそれを論説文にしてみようご自身の意見を、まあ、ある程度論理的に書いてそれを作品あ論説文として出そうっていうことも、まあ、エッセイであるとかっていう形もあると思うんですけど、はい、作品化すする理由っていうのは何なんですかね、はい、物語の方が伝わるもしくは物語の方がご自身の気持ちに近いものが表せるってことなんでしょうか うーん例えばなんか論説文やエッセイだと多分私が私がのことを書くにななるじゃないですかはい、はい、そうすると多分思想とか主張が結構強めに出ると思うんですけど、うん、まあなんかさっき言った例えばレモン先生がいろんな人がいろんな捉え方をするっていうのがすごくいいと思ってて、うん、まあもう言ってしまえば押し付けたくないのでな,なんかこうでしょっていうのじゃなくて、うん、こんな感じも あるんじゃななないいかなみたいなそのはっきり言わないけどテーマがあって読んだ人はなんかこういうことなのかなって思ったりなんかこういう話もあるんだなぐらいの存在の認識ぐらいでもいいしまあ,あとはそもそも何かこう作品を作るっていうのが好きなのでなんか作品に合わせてメッセージが こもってるみたいな感じのものが好きなので単純に芸術とかやりたいなっていう気持ちもあってって感じですなんかちょっと話があの移りますけど小説、はい、以外のこともすごくいろんなことがお好きだと伺ってますが、えー、<laughs> 音楽も好き小説で, <laughs> で来てもらってにこんな質問するのはあれですけど何が一番好きですか <laughs> 音楽美術文章 文書も小説があったり詩がああっったたりり詩、えー、なんかどれも<ー>好きなんででもなんかずっと音楽やってきたので、はい、音楽やっぱり好きですね音楽と小説魅力が違うとしたらどこから <laughs> 音楽が <laughs> まあ根本的に長さが違うっていうのは大きな違いですかねでもなんか結構混同して考えちゃいがちなのであんま明確に分かれてない 私の中ではあんまり、分かれてないですかね、うん、そもそもなんか私は、なんかこう、作詞とか作曲とか、あんまりできないので。はい、絶対できるでしょう。いや、なんかこうバンドやってるんですけど、はい、なんかこうバンドで、じゃあ一人一曲曲作。 ローみたいなのをやった時にこうなんかめちゃめちゃ頑張って私の曲はこうだみたいなのをなんか本当に頑張って作ったのをみんなに聞かせてすごいなんかふーんみたいな感じになったのが辛くてそれを乗り越えていかないと <laughs> 難しいなって思ってーーえどんなアーティストが好きなんですか なんかこの人たちが好きみたいなのよりもなんかいろんな曲聴いてこの人のこの曲好きみたいな感じに思うんで結構バラバラですねえ,ー、えどどんな曲が好きなんですかなんかすごい突っ込んじゃった <laughs> <laughs> えそうですね歌がついてるのだと秋山黄色さんっていう方のカフェインとか歌がないのも結構聞いててなんかえっと 配句とか黄色アカとかの BGM を作ってらっしゃる林由紀さんという方の曲は結構よく聴かせていただいてて、はいはいえー、どういうとこが好きなんですか、はい、えー、なんかもうどういうとこっていうかなんかこう感覚でめっちゃ好きって思ったら何か好きになっちゃうじゃなんかこう。 なんんて言うう、でしょ BGM、うんえっとアニメのサントラなんですけど、はい、なんかこうオケっぽいけどなんかこうギターがかっこよくてかっこよく入ってくるのが本当に何かこう何、うん、だろうなんか私は吹奏楽をやって。はい ブラスバンンドドをををやややっっってててて合ババラバラなんですけどバラバラにやっててでもなんかその融合してるのってなかなか聞けなかったりするじゃないですか、うん、ああだからあの、ね、他の曲とかもなんかこうオケとギターとか,なんかこうバンドにバイオリンが入ってるとか、はいはい、普通にそうかもしれないです<ー>なんか J−POP だけどなんかこう和の楽器とか,なんか民族楽器が入ってるとかなんかすごくワクワクする。 感じがしますいや作ってください <laughs> なんか本当にうまくできないんで、えー、なんかこうなんか自分が好みのものにならないっていう感じですか,、ね、<ー>なんか満足できないというかうん,なんか思った通りにできなくてもやもやするでも何が違うのかわからないっていう感じになっちゃうので、えー、デザインとか美術の方はもうちょっと自分の思うようにできるんですかん たいものとか作りたいものがあって。でもなんかその画力はないですね。なんかこうでもなんかデジタルとかで描いたりするとこうなんか顔を描いて目を描いて鼻を描いて口を描いて髪描いてみたいな。それをこう投げ縄ツールっていうのを使ってこう。微妙に移動できるんですね。なんかその微調大きさもこう変えて、なんか自分でちょっとずつ微調整していくと。なんか理想的なのに近づくみたいなのがあったり。 なんかあとは上手い人のデザインとかイラストとかを真似して練習することができるので、うん、そういう点で言うとなんかこう自分的には解剖しやすいというか、うん、なんか私の脳みそだとかまだそっちの方がわかりやすいのかなと思いますでもそれのさらに奥に小説っていうものがあるんですか小説の方がよりご自身がコントロールしやすかったり表現しやすかったりっていうう なんかこ,のこの間レモン先生を久々に読み直したんですけど、はい、なんかすごいなこれはどういうことなんだみたいな感じだったり何 <laughs> でこんな文下手じゃないみたいな感じになったりとか何かでも長いからこう、はい、気力で書ききるじゃないですかそのノリノリになってるで、はい、なんかそう周りが見えなくなってるだけで実際にはあんまりコントロールできてるかって聞かれるとそうでもないのかなってちょっと思いますね。 ノリノリで書いてるんですね <laughs> そうですねそれはすごいわなんかどうでしょうあの遂行したりするんですか書いた後ですかうーんとしようとはするけどなんか小説は結構自分の好きなタイプの話を書きがちなので、はい、なんかこう遂行するぞって読み始めてああ面白終わりみたいな感じになっちゃうんで <laughs> 何もしないで終わっちゃったりとかなんかこの文章ちょっと読みづらいなっていうのをちょっと書き換えるぐらいでなんか実際なんかこうのめり込んでその作品の中に入って書いてしまってでいざこう読み直すとその時はすごく意味を込めて書いた文章もその読み直してる時にはもう完璧にはわからなくなっててなんかその書いてる自分と遂行してる自分がまた違う自分になってこの。 この間にも考え方はどんどん変わっていくしんかそのベストだと思って書いたものを後から直すのってベストだと思って書いた自分に対してなんかどうなんだろうって思っちゃったりとかあ<ー>まあこれは言い訳なんですけどいや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 ちょっとなんか即興演奏感があるんですかね。あそそかかかかかしれれなないいいのの時時に考考えら思思とととついた空気とか流れとかが 一本に繋ががってた方綺麗なんですかね,すね前にその映画音楽を作ってるセブヒロコさんっていう女性の,、はい、あの音楽家の方がいるんですけど、はい、同い年でしてそれこそここで喋ってたんですけど、はい、彼女はその映画のラフを見て、はい、そこでまあ自分の音楽つけるじゃないですか、うん、ラフを見てる段階でもう鳴ってるから<ー>その音が鳴ってて、はい、もうそれをバーッとなんか。 作っってていくんですって<ー>だからその、はい、もう一回戻って書き直すとか、はい、なんかここの部分だけ修正するとか自分はすごい不得意でみたいなことをおっしゃってて、はい、なんかそれとすごい近いなって何<ー>かこうズワって <laughs> その瞬間で感じたものをスッと形にするみたいな。でレモン先生もマブルももちろんその時々でこのテーマで書こうとかこの構造で書こうって思ってスタートしたらとりあえず走っちゃうみたいな。 ね、感じなんですかね。ですねはなんか行き詰まるときもあるんですけど、はい、乗ってる時はもうガって書いてって感じですねでもなんかこうさっき構造みたいな話したんですけど、はい、なんか構造は決まってても書いてるうちにこう映像が映像とか音が流れていくんでなんかそれてくることが結構え,ー、えじゃあ自分で思ってなかった方向に行くときもあるそうですねなんか このモチーフを使おうって思って書き始めて。うん、でもなんか書いてるうちに出てきたものがなんかこっちの方こっちのモチーフついいなみたいになったりして、うん、なんか書いてる間にまた考えてることが変わって、なんかこれ使おうってなったりとかしますね。編集者の方びっくりしません。<laughs> <laughs> いなんかそれほどちゃんとしたプロットとか送れてないんで,んな,んで、ね、なんというか。か

と多分なんかこういう感じのテーマこんな感じの登場人物1行2行ぐらいみたいなのをまず出してでそしたらじゃあなんか詳しいプロットをみたいな感じになって、はい、登場人物の詳しい面にまあでも A4 にこんくらい <laughs> 1人こんくらいずつ書いてなんとなくストーリーはこんな感じで、はい、ここはこういうイメージで作って 構造になっててみたいなのを書いたのが数ページ分ぐらいのそんなに長くはないものを送ってじゃあここはなんかこういう感じに直した方がみたいなのコメントをいただいて直しても書き出しみたいな。プロット通りにならない まあでもなんか一応全体の構造はなんかこう自分が考えたテーマとか構造に基づいてこう立ててあるんでなんかと多分途中でかないようにしないとなんか全体のまとまりはなくなっちゃうかなと思うんでマーブルは多分そんなにそれずに終わったかな。レモン先生はななんか最後の方はあんまり決めてなかった感じはします。 すげえないやいやいや書いちゃうんだもんなあまあでも編集者さん達に助けられてるんで本当にいやそして最後に謙虚でまたそのなんか僕が聞いて思ったのは、はい、読み直しをされて、はい、あれなんかここは自分ではもうわかんないなとか、はい、なんかここはもっとこういうふうに書けたかもしれないっていう思う感覚があるっておっしゃってて、はい、で やっぱり自分自身も変わってるからって言ってるのがやっぱすごいなって思いますね。やっぱその速度でどんどんなんか成長とも違う気がするけど、なんかそのあもちろん成長してる部分もあるんだろうけど、なんか変化してるから。多分1年後に各作品と3年後に各作品がやっぱそのタイミングでしか書けない作品を玉川さん書かれていかれるんだろうなと思って。だから1回。 読者としてファンになっちゃったらずっと読み続けなきゃいけない変化していく玉川さんをあ楽しみですよね、まあ、記憶力がないだけなんでその時書いたものを覚えてないっていうのはあるんですけど<や> <laughs> <laughs> これからどんないやー聞かれるでしょうけどど,どんな作品を書きたいとかかってあありますかますでもなんかちょっとマーブル踏み込みすぎたなーってちょっと思ってんかもう、うん、まあもうすぐ。 まあ、ありがたいことに発売ってなるんですけど、うん、なんかちょっとこれ炎上すんじゃないのかなとか思ったりとか、えー、なんかそうすごい不安になっちゃうんでなんか1個ぐらいはもうちょっと気楽にいやでもうん <laughs> でもなんかでも書くんだったらやっぱり何かしら自分の思ってることをこう、はい、いろいろ見つめ直したりとかしたいなとも思ったりしますし。 なんかせっかくのこう作品。なんで、やっぱりなんか、こういろいろ考えちゃいますよね、はい。<laughs> エンタメのショーに応募して、エンターテイメント。作品ってなったのに、なんかあんま。エンタメって感じじゃなくなってるのかな。そうですか。エンタメにしたいっていう気持ちはあるんですか。うーん、なんか。しませたいというか。レモン先生を書いて、はい。 でその後ににんかまあ2作目を是非っておっしゃっていただいて、うん、なんかその時になんかこう前になんかどなたかに「エンタメっていうのは」みたいなことを言われたような気がして、はい、あじゃあなんかマーブルちょっと頑張ってもうちょっとなんかエンタメっぽくしようかなって思ったりして<面> <laughs> <laughs> でもなんか実際に書いてみたらなんかあんまり 起承転結のこう起伏が割と少なめって言われて結構頑張ったんだけどなって思ったりしたんですけどなんかでも苦手分野ななのかっって思ったりしますね本当はなんか自分自身はなんか人を楽しませるのが本当に好きだったんで例えばなんかまあ家族内では結構なんかこう。 変なことして家族笑わせるのが結構好きまあなんかバンドもなんかみんなが好きな曲やって自分が頑張って歌ったりしてなんかこう盛り上がったらいいなとか思ったりするんでこうなんかせっかく作品を出してこう読んでいただけるんだったらなんかこう何かしらその人が何かを思ってくれたら嬉しいなと思うんで、はい、まあ何を思うかっていうのはその作品の軸によるかなと思うんですけど。 うん、でもエンターテインメントには憧れますよね。えー、そっかどっっかどちに行った方がいいんですかね <laughs> でもなんかエンタメっていう言い方をするかどうかわかんないけど、はい、読んでくれる人とか他の人に楽しんでもらおうとか何かあと何かを感じてもらおうとかっていう意思はどの作品を作るにを持ってた方がいいんだろうなって僕自身は思ってて、はい、僕割と。 入ってるググルルーーププがエンタメ最前線みたいなグループだからまお茶の間最前線というか基本楽しませる側にいるって感じがしているんですけどまあそこに振り切っちゃってるけどでも全然そういうタイプじゃないアーティストの皆さんもやっぱりあのエンタメっていう言い方でこう蓋をしないけどなんか同じようにまあ何かを感じてほしいとか何かインパクトを与えたいとか,かそこが多分。 あでもそうすると結果的に <laughs> <laughs> でも何かなってあ一回読んでどういうことなんだろうなって考え直すっていうその考え直す作業が入る ってなるとなんかまあ、いい言い方をすると2回を楽しめるみたいな感じで考えると、それもまた。なんか人を楽しませるっていうエンターテインメントの一種なのかなと思ったりはしますよね。なんかこうまあ、結構 youtube とかで曲聴くじゃないですか？はいはい、なんか結構ボカロとかも聞いたりするんですけど、ボカロの歌詞ってなんか？ そのボカロ P によるけど結構複雑に書いたりする方もいらっしゃってそうするとコメント欄とかでみんながな「ここはこういう意味だと思う」とか,なんかこう考察したりとかしててなんかそれを見るのもすごく楽しいしなんかそういう楽しみ方もあるのかな,なんかこう自分はなんかこ,のこの作品ってどういうことなんだろうって考えるの結構好きなのでまあ音楽にせよ小説にせよ美術にせよ結構。 そういうなんか自分の中で分解っていうとあれですけどなんかこういうことかなこうかもしれないっていなんかこうイメージを膨らませるのはすごく楽しいのでそういうエンタメもいいなっ <laughs> て思いますねなんかこう直接的に楽しい笑わせたいっていうのもあるけどそういうアプローチもあるかなと思います。でもそれはなんかすごくすんなり聞けますねなんかレモン先生もマーブルもそうだけど。 あの読んでからのの時間の方が長い気もうまさしくおっしゃる通り考える時間自分だったらどうであろうとか、うん、自分にとってじゃあマーブルの弟のような存在はいるかとか何か多分読者の人がそこからスタートするなんかストーリーが結構大きくなるような作品を抱かれてる気がしていて。 それも楽しむんだってなったら、あ確かにそうだってすごいなんか納得感がありますね。まあなんか自分なんかがって感じですけどね。なんかこうか他人のなんか思考なんかをなんかこう動かそうとするなんておこかましいんですけど。いや,いやいやいや動かしてるでしょ <laughs>。いやいやいや本当読んでいただけるだけでありがたいですし、あ<ー>まあなんか読んでよりなんかこう。 いろんな楽しみ方をしてくださるんだったら、はい、もうこっちが嬉しいって感じですからねでもなんかやっぱり期待しちゃいますねこれ次の作品であるとか <laughs> あと玉川さんの違う表現方法を見てみたいと思う人はたくさんいると思いますけど<ー>音楽聞いいてみたいなでもなんかあれですよねこう ジャンルを横断するっていうのかなんか全てが混然一体となった作品みたいのがあってもいいと思うし、うんはい、そういうのって意外とあるようでなかったりするじゃないですか、はい、あのコラボレーションとかはあるけどそれが全部できる人ってそんなに数いないから聴 <laughs> <laughs> いてみたいですけどね。っていうふうになんか。 背中を押すつもりで言う。っていやでも、水野さん、小説書いていらっしゃるじゃないですか。あ、ちょっと拝読した。恥ずかしい。すごく面白くて。ありがとうございます。いや。でもなんか、あの主題歌。もいや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 、なんか主題歌もついてるじゃないですか。あの、やっぱり、自分で書かれた小説に、自分で歌をつける。 っってていうのってやっぱりなんか、まあ、生き物のがかりさんとか、はい、あの他の楽曲提供とかでなんかこうアニメとかドラマとかに曲を書いてらっしゃったり、はい、あとはなんかおとぎ話、はい、プロジェクトでもなんかこうやってらっしゃったりとかしたと思うんですけどそこの自分でなんかこうトータルでやるっていうのと、はい、まあなんか水野さんが企画した企画でそういうことをやるっていうのと、うん、なんかもう。 他社が書いた、うん、漫画とかアニメとかにこう書くっていうのはなんかこうやっぱり気持ちの違いというかなんか,か作り方に違いが出てきたりとかするんですかです、ね、感情の軸足が違う<ー>気はしますねやっぱ他の方の作品にたいまあいわゆるタイアップとかでこの作品があってそれに対してボールを投げるときはやっぱそこに一旦答えがあるからその答えに対してどう 自分が思ううかっていうそのネクストバッターにいる気持ちっていうか<ー>ですけど自分から発信の時はゼロ視点から全部見えてるから、はい、そうすると後での帳尻合わせもできるし <laughs> <に> <laughs> であの多分同じかもしれないですけど書いいててるる途中に変わってくるじゃないですか、はい、それが答えがあるものとは違うっていうか、はい、気はしますけど。 幸せのままで死んでくれれば、はい、まず小説を書かれて歌これなんか例えば同時に作るみたいなことはやったことないですけど <laughs> でもなんか同時に作るとするとなんかどっちに引っ張られたりするんですかね、うん、なんかこうまあ、なんか小説をまずなんか半分ぐらいまで書いて、うん、じゃなんか。 とりあえずイメージで思い浮かんだ音楽こんな感じだなと思ったらなんか音楽に引っ張られて小説の内容が変わったりとかあどっちもあると思いますけどね<ー>ただ書けるだろうなというふうに思いますね。<ー>っていうのは小説書かれてる時になんか映像浮かんでるじゃないですか、はい、映像浮かんでるとおっしゃってその自分も歌書いてる時映像が浮かんでるんですよあ<ー>なんかそのちっちゃいミュージックビデオみたいなのが流れてるみたいな。はい、でそんと このじゃあ例えば恋愛の曲で、はい、こう2人がこうどういう言葉を交わし合ってるかみたいな歌だとしたら、はい、その2人を包んでる世界みたいなのがなんとなくこうイメージとしてあってあ<ー>その時の空気というかだからそれをなるべく歌に落とし込もうっていうふうにして書いてるんでなるほどこの世界っていう出発点は変わりないんですよ。<ー>だからなるほど 歌を書こうがそれが出口が歌になろうが小説になろうがう同じ世界を軸にして書いてれば多分そんなに間違えることはないと思うんですけど,ど音楽が映像から始まるってことですね,そ,ですねそれは考えなかっただか共感覚の、はい、あの話読んでる時に思ったのはまあその音の話も出てくるけど、はい、あの なんか曲作る時にじゃあタイアップ先の人と打ち合わせしてたりするじゃないですか,、はい、なんかこんな感じのイメージで書いてくださいって言ってる時になんかこうメロディーが浮かんでそのこのメロディーはこういう感じの世界だとか、はい、<laughs> メロディーに対してなんとなくのイメージの,この対応するものがあってそれがなんか自分の中にあるからそれはちょっと共感覚的なのかってすごく思いますねなんか急に自分の話を僕なんかが。 いやでもちょっとこれから本当に新しい作品であるとか新しい表現方法であるとかすごく、まあ、プレッシャーもあるかもしれないですけれども是非 <laughs> たくさんの作品を読ませていただきたいなといありがたいでうふうに改めて思いますねそんな最後ファンのお願いみたいな <laughs> 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 また多分この「マーブルが」がいろんな方々に読まれていろんな感想が届くことで玉川さんも変わって 聞かれると思うんですけれども、はい。次の先はいつぐらい？三 <laughs> 作 <laughs> 目です。よね。えー、なんかえっと編集者さんに一応プロットは出したんでもう、はいはい、書いてるんですね。すごい。まあなんか書き出してはないんですけど、うん、な今回のプロットめちゃめちゃ長くなっちゃって、<ー>まあなんかなので。 ここからなんかこう話の内容をえっと編集者さんにいただいたアドバイスをもとになんかこう調整した後はもう割とすんなり書けるかなでもなんか学校が忙しくてあんまり書く暇はないかもしれないって感じですよ、ね、<laughs> 学生さんなんすもんねはいなんか急にたまにそういう事実に突き当たるとびっくりするんだけど <laughs> そうかそうですねすごく楽しみに。 していますありがとうございます。あのぜひ何か機会があったらあの一緒に音楽を作らせていただきたいと、はい思ってますんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで小説家 Z 今日のゲストは玉川光一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。